お元気でしょうか。今日の生島ひろしの達人の道はですね、介護予防リハビリ、この最前線をお伝えしていきたいと思うんですが、まあ日本はですね、もう世界で稀に見るスピードで超高齢社会になっているわけなんですが、まあそんな中ですね、介護が必要になってきますね。でしかも今はその老老介護という現実もあるんですね。まあできることならば、まあその介護保険は払っても介護保険を使わないでですね、元気にまあね、いきたいもんだなと思うんですが、まあそうなるためにはじゃあどうしたらいいのか、今回の達人の道はですね、介護予防の最前線をお送りしてまいります。今回の達人の道テーマはリハビリ。まあ本当にですね、老老介護がどんどん進んでるんですが、そんな中でですね、いい形でやはりこの QOL を保つ、これ重要なんですが、そんな中今日ご紹介をさせていただきたいのは、まあ、実はこういう本もお出しになってらっしゃいます。すべての人にハッピーシニアライフをという本をお書きになったのが e ライフグループのですね、小川社長でいらっしゃいますね。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日のテーマ、ケアの達人は、e ライフグループ代表、小川義行さん。すべての人にハッピーシニアライフをという著書にあるように、リハビリを通して健康的なシニアライフを送れるよう努める、介護業界期待の青年実業家です。まあ、小川さんはもともとはね、プロ野球選手でいらっしゃったという。あ、少しだけですよね。どれでなんか雰囲気は残ってますよね。今までに坊主ですからね。ねえ、あれ、球団はどちらにいらっしゃったんですか。私は日本ハムというところでね、昔お世話になっておりました。元ダルビッシュですね。で、そうですね。いや、全然ダルビッシュまだ言ってない。全然かぶってないですかね。かなり数年前にちょこっとだけ。はい、そうですか。はい、まあでもね、そのプロ野球で培われた経験を、はい、まあいい形で、今日本の本当にあの超高齢社会ですから、はい、まあ介護を必要とする方はいらっしゃるんですが、はい、まあそんな中でもですね、まあ関東圏はもとより全国でリハビリに特化したデイサービスということですが、はい、これはなんでこのリハビリに特化したデイサービスなんですか。もともとですね、これ創業の経緯にも絡むんですけど、私あの母親の介護をですね、まあもともとやってて、私の母親は60歳の時にですね、まあ介護が必要な体になってしまったんですが、その当時まあすぐ介護が必要だとは母親は思わずですね、まあ今残ってる機能をですね、まあ少しでも一日も長く使ってですね、まあ自分らしく生きたいという思いがあったので、まあ毎日こうリハビリやってたんですよね。その時まあお医者さんもまあお手上げなような病気なんですが、こう少しずつこう進行が緩やかに止まっていった部分があったので、これは非常に重要性があるなということで、まあ創業も含めて、まあ最初介護のまあデイサービス、一般的なデイサービスをですね、やらさせてもらってたんですが、その時にリハビリの重要性っていうのをですね、私も母親の介護を通じて感じてたので、もうリハビリに特化したものをやっていこうと、ということで2006年にですね、まあ日本で先駆けてリハビリ特化型のデイサービスをやらさせてもらいました。例えばその小川さんのところ以外にリハビリに特化したデイサービスってあるんですか。はい、今は最近ありますけどね、当時2006年に我々やった時にはほとんどなくてですね、まあ、ごく一般的に言われるデイサービスというのは、まあ、朝から晩まで、で、まあ、1年間365日、うん、食事、お風呂、まあ、レクレーションという形で、まあ、お預かりをしていこうと、はいはい、でやってあげようというのが、まあ、一般的なデイサービスと、はいはい、で我々もそこからスタートしたんですが、ね、まあ、よくよくお客さんのニーズを聞いていくと、うん、まあ、やってもらうよりもできればですね、介護は必要ないと、うん、自分らしく生きたいっていうニーズが多かったので、うん、じゃあそこに特化していこうということを今広げさせてもらってます。まあ、前向きに生きていくということになるわけですけど、でもいろいろとこのプログラムをちょっとね見せていただくと、随分この楽しそうな雰囲気が伝わってきますよね。はいはい、e ライフグループのリハビリ特化型施設を訪ねました。リハビリデイサービスなごみ、ここ千川店を利用する方はおよそ50名。利用者の皆さんはそれぞれ何らかの運動機能に不安をお持ちです。そこでリハビリ前にはスタッフで入念な確認作業が行われます。症状はもちろん最近の体調の具合など一人一人に対して十分な準備をしてリハビリ訓練に臨みます。送迎のサービスがあり、家族の負担をできるだけ減らそうとしています。皆さん、こんにちは。はい、どうもお願いします。はい、こんにちは。おはようございます。待ってました。はい、どうぞ。
まずは看護師による健康チェック。検温、脈拍、問診などでその日の体調をしっかり把握します。皆さん笑顔でおしゃべりしていますね。ここなごみの特徴でもありますが、笑顔の絶えない雰囲気があるんです。それでは一度ご自分の最初のプログラムは心地ヨガ。膝に痛みがある方、長座を取っていきましょう。それでは一度背筋を伸ばしていきます。落ち着いた空間作りを心がけているそうです。体が真ん中に来たところでゆっくりと動きを止めて、それではこれから呼吸を整えていきます。運動機能チェックも行われ、機能維持改善が数値となって、それが利用者の方にはっきり分かるよう丁寧に説明しているのが印象的でした。続いてのプログラムは楽々ムービングボール。椅子に座りボールを使っての機能回復訓練です。グッと下に1センチ力をギュッと入れていきます。ギュッ戻してギュッ、次最後です。ギュッ戻します。先生皆さん早いですね。ゆっくりと動きを、最後のプログラムはセルフケア。自宅でしっかりと歩いて生活できるようにします。全体が揺れて、はい、調子になっての感じていきましょう。マジアさん大丈夫ですね。はい、そう大丈夫ですね。落ちた椅子からね、まずですね皆さん、あの足首、先ほどですね、まあ先ほどはこう組んだんですけど、先ほど足首で組んでいただいた方も、まず足をですね、足首で組んでいきましょう。その状態で力を抜いていきましょう。もう一度行っていきます。大きく息を吸って、やっぱりね、体を動かすこと、体を動かしてね、家帰ってね、おいしいもん食べて、お風呂入って寝るのが一番。もうね、うちに行ってね、ゴロゴロしてたってね、ダメ。なごみを利用されている方はとても明るく前向き。皆さんそれぞれ目標があって頑張っていらっしゃいました。このリハビリプログラム、まあ、リハビリに特化したデイサービスですけど、これはもちろん介護保険の適用ないってことですね。そうですね、まあ、一般的なその朝から晩までお預かりすると同様にですね、まあ、単位というのが若干異なるんですが、はい、基本的に介護保険が使えますので、お客さんは自己負担が1割という形でサービスを受けれます。なるほどね、はい、でプログラムなんですけれども、はい、どういう段取りになってるんですか。はい、まずあの1回3時間という形で我々プログラムを作ってます。ですから朝か晩晴れじゃなくて、朝9時から昼の12時、そして午後は2時から5時という1回3時間のプログラムになってます。そして最初お客さんがこうお店にこう来ていただいたら、看護師さんによるですね、バイタルチェックということで血圧、体温、脈拍ということで健康のチェックをすると。そしてその後ですね、1時間ですね、まあ、我々の中で心地ヨガと言ってるんですけど、春夏秋冬季節に応じたですね、まあ、ストレッチをやっていこうという形になってますね。ヨガ風のストレッチと。でそこで一回休憩、ティータイムなんですけどね、ここでまあコミュニティをまあ掴んでいただいて、でその後ですね、まあ、30分今度椅子でエクササイズと、音楽を流しながらちょっとアクティブにやるんですね。こう我々で言うとですね、大体まあエアロビクスみたいな、その椅子で座ったバージョンという中ですね。でまた今回それ終わりますと休憩を挟んで、まあ、ティータイムと。で最後にセルフケアと。これが我々非常に重要だなと思っているんですけど、30分やるんですが、私どもはもう結局来ていただくのは目的じゃなくて、来ていただいて健康になって、そしてまあ日常生活を良くしていただこうということがありますので、うちに来るのはだいたい週1回か2回なんですよね。ということは週5回か6回は自宅で、ね、皆さん生活していただくっていうのがあるので、自宅でも継続した運動ができますよということで、まあ、簡単にできる運動をですね、まあ、こうお客さんに教えていくと。でこれは毎月メニューを変えてると、それでお客さんが自宅でやってさらに効果を出していくと、こんな形でですね、1回3時間の運動メニューに組み込んでます。まあ、僕もできることならね、義理の母の介護で、まあ、認知症になったわけですけど、はい、ボケないためにね、こうやってこう指回しをやったりとかですねこれこうやってるんですよ、はい、薬指も回ります？小川さん、薬指はすごいですね、回らないですね。薬指回らないですよ、これなか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 回らないですね。でね、じゃんけんもね、で右手は必ず勝つようにして、グー、チョキ、パー、
ック、チョキ、パー。左右違う運動すると脳細胞の活性化につながるじゃないですか。全くできないですね。頑張って。で、僕はあとね、あの朝起きたら必ずね、あの顔をカメラに向かってやりますけど、起きたらこうやってね、こういう感じでね、これあの三浦雄一郎さんのお父さんがいつもこうやって耳を引っ張りながらね、これ出したりすると、はい、非常にやはりあの脳細胞の活性化、脳梗塞予防とか、なるほど、もういろんなのやってるんですよ、この肩話し器こう呼吸法とか、なるほど、僕もいろいろとその辺はね結構詳しいですよ。でもやっぱこう楽しみながら ね、うん、そうですね、できるようになるといいですよね。もともとやはりこの、まあ、リハビリ、いわゆる機能訓練に特化していこうっていった中で、最初は我々もポッてイメージがついたのはマシンを使っていこうという形だったんですが、私も以前ですねスポーツやった経験の中で、マシンってやっぱり最終的に自分との戦いなので、よっぽど明確なこの目標とモチベーションがないともう継続できないというのがあったので。いやリハビリとか機能訓練大変なので、まあ、楽しく、まあ、無理なくですね継続できることを考えた時に、まあ、マシンを使わずにですねコミュニティを重視した運動を作ろうといったことで、まあ、今このような形に今ですねなってきたと。なるほどね、はい、あの考えてみるとやっぱりご自身が、まあ、本当にまさにこのフィジカルっていうかね肉体を使う仕事をしてらっしゃったから、はい、やっぱそういうマシンとの付き合い方とか、うん、それをこう介護に導入する場合もやっぱり今までのこの経験が生きてきたってことですね。まあ、生きてきたかどうかは別として私自身もですねそこまで自分でストイックにトレーニングしたことなかったので、ましてやシニアの人からすればそこはちょっときついだろうということがあったので、とにかく継続するということを前提にした時に、まあ無理なくやっていけるものをこう模索し続けていったら今の形にねぶつかったという。でもあれですよね、個々人やはりこの老化っていうのはやっぱりその十人十色でその進みがいがだいぶ個人差が出てくるじゃないですか。全然違いますね。それに合わせていくってことも気をつけてらっしゃるんですか。そうですね、基本的にやっぱ年齢も違えば、まあ、当然あの性別も違うし、あとやはり要介護の方なので、あの病気症状もやっぱり人それぞれ違いますので、それを考えた時にでもですね、マシンってやっぱり、一辺倒の動きしかできないので、やはりなかなか対応が難しいんですよね。それに対して我々の場合は、まあ、インストラクターによって、まあ、これ専門用語で言うとあのストレッチおよび自体重負荷を中心とした運動っていうのがあるんですけどね、まあマシンを使わないっていう簡単に言うと、そうするとその日の体調に合わせてですねできるというのがあるので、ある程度幅広い層の方にですね対応できるような、まあ、運動プログラムになってますね。まあ、あのこのリハビリのみならずその介護っていうのは本来ならば、まあ、その一人一人こうみんな状況が違いますから、はい、それに合わせた介護をやれればいいんですが、はい、まあ、現実なかなか難しいんですけど、でもまあ今小川さんのところはそのリハビリを通じて一人一人に合ったプログラムをということをやっぱり意識してらっしゃるわけですね。それは当然一人一人やはりあの求める効果ってなりますよね。例えば運動を通じて、昔旅行が好きだった方が、まあ、旅行に行けるようになったとか、散歩が好きだった方は駅まで歩けるようになったとか、お孫さんを抱けるようになったとか、まあ、最終的にはそちらが目的になるので、我々はあくまでもですね、そこの、まあ、体作りをしてそこにたどり着けるサポートという形で考えてますんでね。なるほどね、はい、でもやはりだん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 こう自分が衰えていく、そうするとこう気持ちも慣れていくんですが、そうですね、それがやはりそのいろんなリハビリをすることによってまたその残存能力が高まってきて、あれ今までこれしか歩けなかったのはもう随分歩けるようになったとか、やっぱ自分のこの自信の回復にもつながるんじゃないですか。それはものすごくですねお客さんからいろいろ声聞きますよね、まあ、まあ我々の原動力にもなるんですけど、あとやはり一人一人っていうのは確かにいいんですけど、やはりこうチームっていうかですね、このグループの中でやることに応じて、まあ、我々グループダイナミクスの この効果を狙ってるんですけど、お客さん同士がですねこうやっぱり化学反応が起きていくんですね。助け合ったり励まし合ったりと、はい、だそういった面では一人ってやっぱなかなかですねこう続かない部分が分かりますよ。チームでこうコミュニケーションっていうのがね取れるのがいいのかなと思ってますよね。リハビリの重要性がよく分かりました。お知らせの後もそのリハビリ特化のデイサービスを勉強します。